スプリンターズステークスってことでね、やっておきたいと思います。見つけしまいま発注でございます。こちら、中山のね、秋の G1 第1弾。芝1200メートルのね、G1 ということで。まあ、今回は、またこれでいきたいと思います。春同様ですね。14番、ビクターザ・ウィーナーからの勝負というところです。まあ、高松の宮記念もね、3着。 これもね、あの、力が上位であることを示したレースではあったにもかかわらず、まあ今回ね、えっ、ー、と、また人気がそこまでなさそうだというところでね、プラスに感じましょう。まあ、二度目の日本、そしてモレイラというあたり、ここはもう勝ちに来ていると見てですね、軸でいきたいと思います。まあ、そして二番の東進マカオも前哨戦見事に勝ってきました。まあビッグアーサーの後継種ボバ、桜爆信用、 桜井隆テスコボーイ、この系統を残していくと考えたときにはね、やっぱり、これもね、期待はしたい一頭です。そして3番のウィン・マーベル、去年の6着もね、差のない競馬だったように、まあ、高松の宮よりこっちの方に適性があるのかな、みたいな気はします。去年ね、あの、KO 杯2着からで、あの、差のない競馬できてますから、まあ、KO 杯勝っての臨戦で去年以上、まあ、そして、 えっと、前哨戦使わなかったのもね、レース感覚考えたら、むしろそれが、その方がね、プラスに働くと考えれば、まあ逆転まであるのかなというところで見ておきたいと思います。まあ、そして、昨年覇者6番のママコチャ。まあ、高松宮記念こそね、あの、大敗しましたが、まあそれゆえにね、あの、想定2番人気は、5歳の牝馬でね、ピークのあれがあるかどうか、パフォーマンスがあるかどうかで言うと、 まあ少し去年より落ちるかな、着順的には落ちるかなってか、連覇はないんじゃないかなみたいな気がするんだけれども、まあそれでもね、一応馬券圏内は期待をしておいてですね、紐には入れておこうと思います。まあ、そして7番のマッドクール。春の方のね、高松の宮念の勝ち馬ですね、ここも期待して、春秋制覇ね、期待しましょう。まあ香港ではね、大敗してきましたが、 まあ、海外帰り、云んのノウハウは森休車まあ、このね、マッドクールに、あ、え、ま、ま、文字じゃない、マッドクールなんだったっけ、まあ、ノーザンファームにはね、あの、十分あると見てですね、これは入れておきたいと思います。まあ、そして9番の無限。まあ、香港から2頭遠征してきてね、まあ、G1 3着の実績は、まあ、G3 からの遠征でね、こちらもまあ、期待は十分持てる1頭ではなかろうかということで、いつも通りですね、こんな感じでまたやっていくんで、チャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。